チャールズ・ディロン・ステンゲルは、アメリカメジャーリーグ、ニューヨーク・ヤンキース、ニューヨーク・メッツの元監督。ニックネームともなっている、ケイシーとは、彼の生まれ故郷ミズーリ州カンザスシティから来ている。また、ドイツ系アメリカ人であったことから若い頃は、ダッチとも呼ばれ、監督時代はその鋭い基地と、皮肉なコメントから、ザ・オールド・プロフェッサーとも呼ばれた。ステンゲルは料理人の父。 ジェニー・ジョーダンと保険のセールスマンをしていた母、ルイスの間に生まれた。学生時代は投手をしており、野球の他にフットボール、バスケットボールの選手でもあった。ステンゲルは1908年にマイナーリーグと投手として契約。5年のマイナー暮らしの後、1912年にはメジャーリーグにデビューし、それから26年までの間、ブルックリン・ドジャースをはじめとする。 ナショナルリーグのいくつかのチームで外野手として活躍した。有能な選手ではあったが、スタープレイヤーではなかった。一方で、司会を志し、夏は野球の選手をしつつ、シーズンオフには歯科大学に通っていた。ステンゲルは引退後、ブルックリン・ドジャース、ボストン・ブレーブスの監督を歴任したが、その時の成績はかんばしくなかった。百四十四年にマイナーリーグの ミルウォーキーブルワーズ、1945年にカンザスシティブルースでそれぞれ監督を務めた後、1946年にオークランドオークスの監督に就任、1948年にはパシフィックコーストリーグで優勝を果たした。当時新監督を探していたニューヨークヤンキースがその評判を聞きつけ、1949年にステンゲルを監督に招聘した。 当時ニューヨークのマスコミには、ステンゲルの採用を疑問視する向きもあったが、ステンゲルは、ヤンキースの監督就任初年度の1949年から53年まで、空前のワールドシリーズ5連覇を成し遂げた。この時に確立した、プラトーンシステムなどの戦術が功を奏したこと、またヨギベラや、ミッキーマントルなどの強力なスラッカーや、ホワイティ・フォードという強投手を効果的に使ったことで、 この偉業を達成できたとも言える。ステンゲルは就任当初、このチームは私が指揮したどのチームよりも問題が少ないと述べている。ステンゲルはヤンキースの監督として優れた戦術を駆使し、スポーツ界だけでなくタイム誌のような一般誌にも掲載されるようになった。彼の野球の歴史、戦術に関する一連の語録はステンゴリーズと言われた。現在も存在する。 監督またはコーチが1イニングに2回マウンドに行ったら、投手を交代しなくてはいけないというルールは、ステンゲルが試合中あまりにもマウンドに足を運ぶために、できたルールとも言われる。また、サインを無視して、ホームランを打って、勢いようと引き上げてきた選手に、罰金25ドルを宣告したというエピソードもあるほど、厳格であった。1960年にピッツバーグパイレーツとの、 ワールドシリーズで敗れた責任によりヤンキース監督を辞任。この時に私が70歳だから解任か分かった。次はそんな真似は二度としないというコメントを残している。ヤンキースにおける12年間の監督生活のうちリーグ優勝10度、ワールドシリーズ制覇7度という実績を残した。1962年からは新設球団ニューヨークメッツの初代監督に就任。 しかし、エクスパンションドラフトで打球団のプロテクトを外れた選手を寄せ集めたチームには往年の人数力は通じず、就任1年目に120敗のワーストレコードを更新したのを皮切りに毎年100敗以上を喫する再位。本人もメッツの試合よりひどいのはメッツのダブルヘッダーだけ、こんな負け方が世の中にあったのかと嘆く有様だった。 毎年今年で最後と新聞に載るほどであったが、解任はされなかった。それでも、ニューヨークのファンは、弱いメッツを愛していたのである。メッツの監督4年目の1965年8月に、友人宅で飲酒した際に転倒して、骨折入院、そのまま辞任した。ウォーレン・スパーンは、私は、ステン・ゲルが、天才になる前と天才で亡くなった後の両方に、使えた。 唯一の男だと述べている。ステンゲルのメッツ在籍時の背番号、37。ニューヨークメッツの永久決に1 9 6 5年、指定。ステンゲルのヤンキース在籍時の背番号、37。ニューヨークヤンキースの永久決に1 9 7 0年、指定。1966年にアメリカ野球殿堂入りを果たしており、ステンゲルの監督時代につけていた背番号。 37は監督を退任した1965年にメッツで1970年にヤンキースで共に永久欠番に指定されており MLB 史上初の2チームでの永久欠番表彰者となったまたメッツでは現在でも参加マイナー組織の監督の中で最優秀者に与える賞にはケイシーステンゲル賞と名付け弱かったとはいえ創設期を支えた 名監督に敬意を表している。1970年には、メッツの本拠地、シェイスタジアムで、ステンゲルの80歳の誕生日パーティーが盛大に開かれた。ステンゲルは、メッツのユニフォームに袖を通し、前年に、球団史上初のワールドシリーズ制覇を果たした、選手、関係者、そしてスタジアムを埋めたファンに祝福され、巨大なケーキに並べられた80本のろうそくの炎を、 吹き消した。1975年、85歳で、ステンゲルは、その生涯を閉じた。葬儀には、ヤンキース黄金時代を支えたベラやマントルらが駆けつけ、オークス時代からの教え子で同年ヤンキース監督に、就任したビリー・マーチンは、ステンゲルの棺のそばで寝泊まりしたほどであった。マーチンは、翌年のワールドシリーズにも一人だけ模章をつけて、臨んでいる。 年度別成績詳細はこちら参照。ありがとうございます。